第四次十字軍によるビザンツ帝国滅亡南ギリシアのギリシアラテン諸国オスマン帝国によるビザンツ帝国滅亡直前のラテン人ギリシア人国家フランコクラティアまたはラティノクラティアはギリシア史上1204年の第四次十字軍以降に旧ビザンツ帝国領に形成されたフランス系イタリア系の十字軍国家の総称それぞれフランク人の支配 ラテン人の支配を意味する。また特に、ベネツィア共和国の植民地を指してベネトクラティア、またはエネトクラティアという語が用いられることもある。ギリシア正教圏のギリシア人は、フランス人、ノルマン人、ベネツィア人らカトリック教徒をラテン人と呼んだ。フランコクラティアという語の指す範囲は曖昧である。当初は十字軍国家の様相が強かったものでも、次第に支配層が入れ替わったり、 ギリシア人に再征服されたりした例が多いからである。ほとんどのフランコクラティアは一度復活したビザンツ帝国と同様14世紀から16世紀の間にオスマン帝国に平等された。これ以降のオスマン帝国による支配はトルコクラティアと呼ばれる。なお、イオニア諸島やベネツィア支配下の一部の要塞島は19世紀まで独立を保った。 ベネツィアの東地中海植民地、ありがとうございます。